正直、服ってそんなに量必要ないと思うんだよね。実際、いろんな服持っていたとしても、その中ですごく使う服って限られてるし、毎朝たくさんの服の中から選ぶのってめんどくさいじゃん。それよりも少数精鋭の服がコンパクトに並んでるクローゼットのは気持ちいいし、毎朝の服選びも全然楽だと思うんだよね。そんな風に思っている皆さん、こんにちは、スタイリストの小山俊です。今回の動画はですね、冒頭でお伝えした通り、なるべく物の数を多くしたくない方のための、 ミニマリスト向けの動画なんですね僕の YouTube チャンネルの中でも隠れた人気シリーズである春のミニマリストはこの5点だけあればいいというテーマで動画をお届けをしてみたいなと思っています、まあ、僕自身もですね普段たくさんのお洋服を買うんですね、まあ、これはもちろん仕事柄っていうのもあるんですが趣味でも服が好きなので、まあ、ついついろんなものを買いがちなんですがプライベートの僕自身は意外とですね日々違った着こなしを楽しみたいという思考ではなくて どちらかというとめんどくさがり屋で気に入った服が数点あれば十分だという考えの持ち主なんですね。つまりは女性的な思考というよりは男性的な気に入った着こなしが何個かあればいいというようなミニマリスト的な思考も強かったりするので今回のようなミニマリスト動画を定期的に出しているんですが、まあ、YouTube だとかを普段皆さん見ているといろんなおすすめのアイテムをですね皆さんご紹介しているのでついつい買いたくなっちゃうしクローゼットの中がパンパンになるかなと思うんですね。 そんな時こそ原点に立ち戻って、なるべく少数声援の服だけで、春の着こなしを楽しむ。このような思考性も身につけておくと、非常にシンプルで、毎朝の服選びが楽になるかなと思うんですね。ですので、ぜひ今回の動画、皆さんの今後の服選びの参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンツファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう。 はい、ということで、ここからは具体的に春のミニマリストアイテム5点ご紹介したいなと思ってるんですが、まあ、今回一番最初に持ってきたのはシャツですね。僕はですね、シャツというアイテムが大好きなんですね。それはなぜかというと、シャツを着るだけでなんとなくですね、小綺麗で大人っぽい着こなしが完成してしまうので、ある意味で手抜きアイテムだと思ってるんですね。T シャツ1枚よりも、やっぱり大人の男性にはシャツがなんだかんだで似合いやすいなと思っているんだけど、 シシンプルルなな白無地とととかかだとどうううししててもでででですすすねねね仕事着っっぽく見えてしまうのの僕はです、ね、こういったブルー系のシャツとかが大好きなんです、ね、今着てるのはですね、ブルーの無地のシャツで、襟元はバンドカラーになっています。この襟の形って本当にたくさんのバリエーションがあるんですが、まあいわゆるですね、レギュラーカラーと呼ばれるものも良かったりするんですけども、僕は結構このバンドカラーのシャツが好きなんですね。まあその理由は後々ですね、皆さんにお伝えしてきて 来たいなと思ってるんですが、単体で来た時にもトレンド感がほんのり漂うのと、このようなバンドカラーシャツってどういった時に役立つのかというと重ね着に便利なんですよね。この上に来た時に襟がですね。コンパクトにまとまるのですごくですね。収まりがいいので、僕はこのようなバンドカラーのシャツが大好きでよく着てるんですね。まあ、今回はですね。僕の自分のブランドそうで作ったブルーのバンドカラーシャツを着ているわけなんですが、まあまりにですね。こういったシャツが好きすぎて。 自分で作ってしまったわけなんですけども、これさえあれば、もう一枚で着ても清涼感があって、トレンド感のある着こなしもできるし、後ほどですね、この上に色々と重ね着をすることもできるので、まあ、着こなしのベースとしても使い勝手がいいので、ブルー系の無地シャツですね、これは一枚あるとすごく便利かなと思います。春にも使えるし、秋にも使えるし、まあ、夏でもちょっと腕をですね、軽く託し上げれば、割とですね、着ることができたりするので、いろんなシーズンに使うことができる ブルー系のシャツというのは意外と使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まだ皆さんお持ちでない方はですね、こういったブルー系のシャツ、いろんなお店で売っています。GU なんかで買うこともできますし、セレクトショップのオリジナルでも売っています。ぜひ皆さんの気に入ったブルーですね。もう色味も各社それぞれなので、1枚ですね、ミニマリストの方であれば持っておくと、ほぼ1年中使えるようなアイテムなので、チェックをしていただきたいなと思っています。まあ、その際ですね、サイズ感としては、やはり少しゆったりめの方 今の空気感が出るかなと思うんですね。まあ、ミニマリストという生き方自体が、やはりですね、ここ数年出てきたような、まあ、目新しいものなので、それと合わせるように、着こなし自体も、超ど定番というよりは、ほんのりでいいので、今の空気感をまとってた方が、僕はバランスがいいかなと思うので、まあ、サイズもですね、少しゆとりを持った方が、ミニマリストのライフスタイルには合うんじゃないのかなと思います。まあ、肩のラインがちょっと落ちてたりだとか、あとは身幅ですね、このあたりが少しゆったりしていることで、1枚で着て でも様になりやすいシャツかなと思うのでこのようなブルー系の無地シャツ襟はレギュラーかバンドカラーかこのあたりはお好みで選んでいただけるとすごくいいんじゃないのかなと思っていますそして2点目なんですがもうこのまま行きます ボトムスですね。いつもですね、ミニマリスト系の動画だと僕はブラックのパンツをご紹介してたんですが、今回はですね、ダークグレーのパンツを履いていました。まあ正確に言うとダークグレーよりももうちょっと明るい感じがするんですが、グレー系のパンツを合わせています。これにも理由がありまして、僕はですね、この後アウターをご紹介してきますが、ミニマリストのアウターというのは、やっぱりですね、ブラックが使い勝手がいいと思うんですね。あまり流行に左右されないし、着回しが ししやすすいいいいととととううう意味ででははアアウターののような割と主役級のアイテムはちょっっ贅沢をてて買って長く着た方がいいと思うんですねその点でもうブラックが鉄板だと思うのでアウターをブラックにした時にボトムスもブラックにすると着こなしとしてはまとまるんですがどうしても単調になりがちなんですねそこをこのようなグレーとかダークグレーにすることでモノトーンで収まりがいいしブラックのパンツで全身ブラックにするよりは結構気の利いた雰囲気が出るので意外 とととこののののダーークグレー系のパンツいいいいいいうがが使勝手んじゃないのかなか思います今ですね、こういったブルー系のシャツを着ていますが、これで合わせてもらっても成立しますし、意外と合わせはしやすいので、今回はブラックに代わるダークグレーを持ってきました。今履いているのは、今季のグリーンレーベルのプレイパンツっていうやつですね。まあ、グリーンレーベルのボトムスって色々と僕の中でもご紹介してるかなと思うんですね。オルマイイージーパンツというものがあって、それはもうちょっと細身のシルエットだったりするんですね。 裾幅も細くなっていくので、意外とですね、見え方としては綺麗めなんですが、ミニマリスト的には、もう少しゆとりがあった方が履きやすいし、あとはもう一つ最大の特徴として、足元、スニーカーですね、こことのつながりが良くなるんですね。裾幅が狭すぎると、ちょっとぽってりとしたニューバランスような靴を履いた時に、ちょっと収まりが良くないんですね。甲の部分が、裾の部分に乗っかってしまって、うまくですね、はまらないことがあったやつので で一定の裾幅はあった方がいいなと思うんですがこのプレイパンツに関してはちょっとゆとりもありますし裾幅も広めなので割とミニマリストの着こなしだとかニューバランスとの合わせがすごく良かったですのでこれが使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますそして色合いに関してもダークグレーですねこのあたりが先ほどお伝えした通りブラック系との相性も良くて暗くなりすぎないので1本あると便利かなということで今回はこちらを選出しました見え方としては結構ウールっぽく 見えるんだけども下線で結構さらりとした肌触りだったりだとかイージーケアですごくですね洗濯もしやすかったでするのでそのあたりも含めてミニマリスト的には使い勝手のいい一本なのかなと思いますで腰周りもですねこのようにゴムになっているというところの着脱の楽さっていうのも日頃着用する上ではすごく便利な項目かなと思うので2点目はこちらグレー系のイージーパンツですねこれを挙げさせていただきましたそしてその流れのまんまで 履いている靴ですね。やっぱりミニマリストの靴としては、ニューバランスが最適だなと思います。白レザースニーカーとかも僕の動画の中ではよくご紹介するんですが、白レザーとなると、やっぱりですね、汚れが気になる方もいらっしゃると思いますし、まあ、ベーシックで使いやすいんですけども、グレー系のニューバランスのスニーカーの方が、汚れが気にならないのと、サクッと開きやすいし、とにかく歩きやすいんですね。このあたりの使い勝手の良さというところでは、すごくニューバランス 優位性があると思いますあとはトレンド感ですねそのあたりも含めてまあ、最強に使いやすいのはニューバランスかなと思いますまあいろんなモデルが出ているのでどれ選ぶのか難しいんですがド定番は996ですねこのあたりもしくはちょっとトレンド感出したいんだったら2002だとかあとはですね僕も手元にありますが1906というモデルこのあたりもグレー系のカラーが出ているのでまあ、そういったものもいいと思いますまあ、ちょっとレアになってくると1500とかこのあたりもなかなかミニマリストと またにおす,すめの一足ぜひで,、まあ、ですね、ニューバランスのスニーカー、ちょっといくつかですね、気になるものはリンクを下の概要欄に貼っておきますので、チェックをしていただきたいなと思います。先ほどご紹介したこのようなダークグレーのパンツとも繋がりが良くて、パンツダークグレーで、靴に関してはライトグレーというところで、グラデーションを作るということもできるので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、ミニマリストの方は、ニューバランスというのはもう、現代の一つのユニフォーム的な感覚かなと思います。こういったものをですね、買い揃えてみていただければな と思っています。 はい、続いて4点目なんですが、これをベースにしながら、アウターを着るという形でご紹介したいなと思うんですね。このベースさえ整っていれば、あとはアウターが2パターンぐらいあれば、僕は様々な着こなしが実現できると思ってるんですね。まあそういった意味で、まず1点目ご紹介したいのは、先日ご紹介して結構ですね、いろんな方からご好評いただいたこちらですね。ナイロン系のジャケットですね。今回は先日もご紹介した ノースフェイスのコンパクトジャケットを持ってきてみました。まあ、このようなシャカシャカ系のアウターというのはやっぱり春だとか秋だとか様々な季節に使いやすいような欠かすことのできないメンズのアウターかなと思っています。しかもスポーティーなのでサクッと着やすいんですよね。まあ、ベースが今回は綺麗めなのでこれに対してちょっとスポーティーなアウターを合わせても決してラフになりすぎることがないのでちょっと羽織ってみたいと思います。 はい、ということで羽織ってみましたが、いかがでしょうか着こなしが完成しました。このような形でスポーティーなアウターとちょっと綺麗めなものって相性が良かったりするんですね。一番外側はこのようなシャカシャカ系のアウターでカジュアルなんですけど、内側は、まあもちろんもうちょっと季節が進んだらロン T とかでもいいと思うんですが、意外と小綺麗なシャツなんかで着てあげるのもバランスが良かったりするんですね。で、ボトムスもですね、こういったブラックに対してのダークグレーっていうのがこれ ままた収まりがめちゃくちゃゃくいいので、まあ、このような形で合わせていただくのもいいと思います。で、ノースペースとニューバランスも結構なんか世界観的には相性がいいブランドかなと思うので、このような形でちょっとスポーツミックスを作ってもらうとすごく便利かなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、この着こなしも試していただきたいなと思います。まあ、ちなみにこういったシャツなんかは小綺麗にピシッとシワない状態が綺麗だとは思うんですが、僕はですね、ちょっと使い込んでシワが入った感じこそむしろ楽で使いやすい かなと思うんですね。なのでまあ、気軽にですね。サクサクと着てもらうのもなかなかいいかなと思うのでこのようなですね。きれいめなシャツも1枚持っておいて、ナイロン系のスポーティーなアウターともですね。皆さん合わせていただきたいなと思っています。ちなみに今はですね。ノースフェイスのものを着ていますが、他にもパタゴニア合体だとか、あとはちょっと値段上がってなかなかレアになってきましたが、アークテリクスだとかアンドワンダーがあったりだとか。デサント合体だとかまあ、様々な選択肢があるので、そのあたりは皆さん。の 気に入ったものを買い揃えていただきたいなと思うんですね。もちろんユニクロだとか GU だとか価格帯を抑えて買うこともできるんですが、このようなアウターに関しては結構長く着ることができるんですね。まあコンパクトジャケットも1枚あれば数年は着れるので、やっぱりちょっとこのあたりの主役級のアイテムに対しては投資をした方がいいと思ってるんですね。特にミニマリスト的な思考の方はそんなにアイテム数を持たないので、1点ずつの単価を上げることで着るたびに気持ちが上がるような服を揃えておいた方が僕は かなと思うのでこの辺りはですね、ぜひ皆さんの気に入った一枚を厳選して選んでいただきたいなと思っています。 はい、続いてラスト5点目なんですが、アウターのバリエーションをもう一つ出したいと思います。外側に着るものを変えると見栄えが全然変わってくるので、まあもう一個今回は出したいなと思っているんですが、まあその中で、まあ春に欠かせないアウターとして皆さんにご紹介したいのは、先日の動画の中でもご紹介しましたこちらですね。いわゆるそんなに丈の長くないですね、アウターですね。まあ春のシャツアウター的なものとして、無印良品のデニムのオーバーサイズシャツ ブルゾンですすね。これもすごくはい、いかがでしょうかこんな形でシャツとですね、相性がめちゃくちゃいいのがこちらのデニムのブルゾンなんですね。深めのインディゴブルーでシャキッと引き締まるんですがカジュアルな雰囲気もあってシャツとの相性もいいです。このようなスタイルだったらまさにですね、春にはすごく使い勝手がいいかなと思います。価格も4990円ということで比較的トライしやすいので このようなライトなアウターに変えてあげると、ナイロン系のジャケットのスポーティーさとはまた違った着こなしが実現できるので、その他のアイテムは全部同じなんですけども、また着こなしのバリエーションが一つ増えていくのかなというふうに思っています。ユニクロでも似たようなアイテムがあるので、そちらで代用してもらってもいいかなと思うんですが、こちらの無印良品のデニムジャケットはですね、色が濃いので、より大人っぽくて、 まあ、雰囲気がいいんじゃないのかなと思います。まあ、このあたりはですね、ぜひ皆さんのお好みで選んでいただければなと思うんですが、シャツアウター的なものですね、インディゴブルーと、あとはちょっと薄めのブルー、そしてダークグレーというのはですね、非常に相性がいいかなと思うんですね。ここでブラックのパンツでももちろん合うんですが、まあ、春らしく少し明るさを出すには、今回ダークグレーのパンツが意外と生きてくるかなと思います。そして、このようなデニム系のアウターもいいんですけども、今トレンド感のあるバブアーですね、このあたりのアウターなんかも 非常に使い勝手がいいかなと思いますまあ、ミニマリストの方々はアイテム1点ずつにこだわる方も少なくないかなと思うんですねまあ、そういった意味ではしっかりと伝統があって今のトレンド感にもバチッとはまるようなバブアーもすごくはまりがいいのでちょっとこちらに着替えてみたいと思いますはい着替えてみましたいかがでしょうか僕はこの着こなしがかなり好きですねバブアーのアウターがブラックなので先ほどのダークグレーのパンツとのつながりもいいですしまあ、今トレンド感のある、ね、こういった ハーーーフののアウタとともすすすごくででねブルーの無地シャツツかパンツ相性がいいのでまあ、ぜひですね、このような着こなしも試していただきたいなというふうに思っています。まあ、ババア自体がワークウェアをベースにしているので、ちょっとこう男臭かったりだとか、やぼったさがあるブランドなので、それ以外のアイテムは少し綺麗めなものと合わせた方が意外とバランスが良かったりするんですね。まあ、そういった意味で今着ているようなバンドカラーのシャツですね。シャツの小綺麗さとバンドカラーのカジュアルさがあるので、そこまで綺麗になりすぎない のが結構収まりがいいので、まあ、このように上半身を作ったりだとかあとはボトムスに関してはダークグレーで重たすぎないように調整をしてあげるとなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思いますこれぐらいのハーフ丈のアウターはちょっと頑張ってバブアーみたいな名作行くかもしくはもうちょっとお手頃なこういった無重視良品のデニムシャツアウターですねこのあたりに行くかこのあたりは皆さんの予算だとかお好み次第かなと思うのでぜひ、まあ、検討していただければなと思っています いやー、いかがでしたでしょうか皆さん、今回の動画では、春のミニマリストのアイテムはこの5点だけあればいいというテーマでお届けをしました。まあ、今回のような動画もすごく大事だと思っていて、服って気づけばどんどん多くなってしまうもんなんですね。まあ、特に僕の動画だとか、いろんな YouTube、もしくはブログ、インスタグラム、雑誌だとか、いろんなところで情報を集めてると、ついついあれもこれも欲しくなって買い揃えてしまうので、 気づけばクローゼットがパンパンになってしまうので、断捨離の方法をお伝えしたいだとか、あとはミニマリスト的な思考で、なるべく少数千の服を集めるというような、こんな動画を作ってるわけなんですが、まあ、今回ご紹介した5点ですね。もし僕がミニマリスト的に生活をするのであれば、まあ、このあたりがあればいいかなというような、そんな想定で作っていました。まあ、人によってこの5つというのは、中身が変わってくるかなと思いますし、ブランドも変わってくるかなと思うんですね。例えばナイロンジャケット、今回はノースフェイスのものをご紹介しましたが、それが パタゴニアアアアででででもももいい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 しししーークテテリスンドアンダそいいその辺りのり具体的ななイテムは人れれぞれ全然違っていいかなと思うんですね、まあ、今回の僕の考え方ですとかご紹介したアイテムを一つのベースとしながら皆さんなりにカスタマイズして春のミニマリスト生活を楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、まあ、もう少し中級者向けのセレクトショップのオリジナルのアイテムとかドメスティックブランド のアイテムだとかまるまる専門ブランドのアイテムだとかこういったものを僕も大好きでよく買ってるんですけどもそういったものは普段のこの youtube の中ではあんまり語らないんですねそういったものはですね僕はもう一つ運営してます youtube のメンバーシップチャンネルの方でしっかりと濃く解説をしています週に3本のオリジナルの動画とあともう1本はですねライブ配信やってるんですねこの youtube の方ではライブ配信って実は1回もやったことがないんですがメンバーシップのチャンネルでは週一の頻度で結構ですね皆さんとお会 わいわいと楽ししみながら配信してますすののののでで気にになる方は動画の下の概要欄にリンクク貼ってておきますのでぜひそちらからかチェックをしていた、だければなと思っていますますた普段なかなかゆっくり動画を見ることができない方もいらっしゃると思うんですね。そういった方のためにオンラインサロンっていうものもやっています。そちらはですね、文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとか、おすすめのコーディネートの解説なんかをサクサクと配信をしています。僕の方でも1日ですね、だいたい1、2本の記事を書いていまして、1つの記事だいたい1分ぐらいで読めるんですね。 僕以外のスタイリストの方も記事書いてますし、あとは参加者の皆さんも記事を書くことができて、こちらもワイワイと楽しみながらコミュニティになってますので、ぜひ気になることはですね、動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストのお山むんでした。また次回の動画もお楽しみに。